はい、皆様大変お待たせいたしました。本日は第29回東京国際映画祭特別上映作品笑う101歳 ×2 笹本恒子宇野武二上映にようこそお越しいただきました。Thank you very much for joining us here at the 29th Tokyo International Film Festival for the special screening of Two Journalists, One Century. 川村敦則監督、笹本恒子さんです。どうぞ拍手でお迎えください。It's from our special guest, the director of the film, 敦則、川村、and cast in the film, 恒子、笹本。はい、ということでお二人にお越しいただきましたけれども、今日はですね、実はサプライズゲストということで、この作品の音楽を担当されました加古隆史さんもこの客席にいらっしゃっております。 Today as a surprise guest we have Takashi Kako who did the music on this film. どうぞご登壇ください。お願いいたします。ありがとうございます。This is my first time to meet him. Thank you for doing a wonderful job. I hear it's wonderful. Thank you. あの、加古さんはもうたくさん作品をご覧になって音楽をこう出られたと思うんですけれども。はい、もう何度も。お会いした笹本さん、印象はいかがですか？全然変わらない。Well, yes, I saw this film so many times for this music, and first I'm meeting her for the first time. She doesn't change at all. ありがとうございます。では先にあの加古さんも含めてここでフォトセッションをさせていただきたいと思います。So I'd like to take a minute to do a photo call with Mr. Kako. じゃあすいません、続いてこちらお願いします。はい。笑顔でお願いしますね。あともしできたらちょっと手を振っていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。そのまま上公式でお願いします。いきます。はい、にっこりですよ。にっこりありがとうございます。そのままその下こちらにお願いします。どうぞ、こちらの方大丈夫ですか。このままで指は大丈夫ですね。はい、ちょっとすみません、写真撮られてる方、ムービーの撮影の時に、すみません、しゃがんでいただいてよろしいでしょうか。さあ、それではすみません、加古さん、ちょっとお時間があるそうなので、ここで退場、ご講談ということになります。ありがとうございます。加古隆史さんでした。ありがとうございました。ミスター加古隆史さんです。お邪魔でしょうか。加古さん、ありがとうございました。それでは、ここから舞台挨拶ということでお二人にお話を伺っていこうと思います。はい、初めてのこの映画の上映がこの機会でこの場所で皆さんに初めて見ていただけたことがとても幸せです。あの、ようやくここから何かが始まるんだなという気持ちで、心より緊張感と期待でいっぱいです。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございます。続いて笹本恒子さんから一言頂戴したいと思います。笹本さん、お願いします。思いがけないことになりまして、どうしてよろしいか分かりません。ドキドキしております。あの、こんなところに皆様とお目にかかれるし、また立派なあのフィルムに収めていただけたこと、本当に100歳まで生きていて幸せだという今102歳になってしまいましたから、まだ生きているかもしれませんけどどうぞよろしくお願いいたします。さあ、監督、改めてこうしてあの一般公開に先駆けてたくさんの方にご覧いただいたわけですけれども、いかがですか。本当に朝からもうたくさんの方集まってくださいましたよね。決まり文句で言いますとね、この雨の中を本当によくお越しいただきましてありがとうございます。実は私、あの、還暦を過ぎてからあの映画を作るようになりました。で、最初の映画があの
料理館で作家の辰巳芳子さんの天の雫という映画だったんですが、その時に辰巳さんが映画ができた朝に、川村監督、私たちの赤ちゃんができたわねっておっしゃったんですよ。それはね、すごく印象に残ってまして、実は映画っていうのは作った段階ではまだ何者でもない、映画というのは観客の人たちと一緒に育てていくものだ、次第にどんな子供になっていくのか楽しみなんですが、そのことと今日はすごく比較して考えますと、今回の赤ちゃんはですね、超高齢出産なんです夫が101歳、妻が102歳というですね、すごい赤ちゃんが誕生しちゃったんで、これは本当に私からしたら宝物のような赤ちゃん、作品なので、どうやって健やかで無事で、そして赤ちゃんを持っている可能性を多くの人たちに広げていくことができるのかなと思って、責任感も感じるし、ワクワクする気持ちもあります。その最初の誕生に皆さんが立ち会っていただいてたわけですから、本当に新生児を抱きしめるようにして、今後もこの映画をいろいろなところで、お話ししていただいたり、すくすく育つようにお力添えをいただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。 So first of all, thank you for coming out in the rain. I began making films. Thank you. ありがとうございます。監督、坂本さん、今日お越しいただきましたが、本当に102歳ということが信じられないんですが、もう若々しくて、ね、撮影中のこう印象的なエピソードございましたらお話しいただけますか。笹本恒子さんという人は、僕は実は NHK で40年ドキュメンタリー撮ってきたんですね。で、世界中のいろんな人たちを、取材したり、作品にしたりしたんですが、その物差しからしても、本当にね、笹本恒子さんという人は一体何者なのかと、会うたびにですね、わからないっていうか、はみ出してくるっていうか、なんか新しい素顔がたくさん生まれてくるというのか、本当に102歳まで生きた人というものの凄さ、これはですね、私にとってもまだまだこれから学ぶべきことが多いと思って、里本さんは師としてついていきたいと思ってますありがとうございます。もう一人の主役、宇野さんなんですが、今年の8月に、たくさんの方に惜しのまれながら選挙されましたけれども、宇野さんとの監督撮影中の思い出も教えていただければです。やはり宇野武二さんというのは、一種の伝説のジャーナリストで、私も映像で物を作る仕事をしてきたので、ある意味では憧れの方だったんですね。ところが本当に今まで生きてこられた仕事の重みとか経験とか実績から考えると、会うとめちゃくちゃチャーミングっていうか、愛嬌があるっていうか、可愛らしいっていうかね、本当に素敵な方でした。それで全くこう権威とか偉ぶったこともないし、いつもニコニコと笑いながらズバリとですね、本当に大事なことを話してくださる。だからこの日本の民族を過ちがないように未来に導いていく、僕は先達のようなね、貴重な方だったと思います。それでお目にかかって非常に最後の数年間を映像で記録できたということが無上の喜びだったです。笹本さん、宇野さんは笹本さんからご覧になってどんな方ですか。 And to Miss Sasamoto, who was Mr. Muno like? What was he like? お願いします。戦争中からお名前はよく存じ上げておりました。そして日本にもこういう方がいらっしゃるんだなと思って、とても尊敬申し上げておりました。そして戦争が終わった途端に、ご家庭があるのにパッと
お勤め先を辞めて故郷にお帰りになって新聞をご自分で出された、もうますます立派な方だと思いましてね、私もぜひお目にかかりたいといつも思っておりました。ただ私はフリーでどこにも所属してないで仕事しておりますので、やっぱりそういういろいろな偉い方にお目にかかるのにはいろいろ段取りっていうのでしょうか、紹介がないと伺えないでおりました。それがまあ運よく私の展覧会の時においでくださいまして、そしてよくお話してくださる、またそのお元気の良さにびっくりいたしました。本当に心からやはり今でも尊敬申し上げている方でいらっしゃいます。ありがとうございます。 Tokyo Borderless TV